さあ12月第1週のダラダラジオでございます。週末いかがお過ごしでしょうか。1週間お疲れ様です。明日からもねお互い頑張っていきましょう。で今週はですねちょっと料理について話をしていきます。なんか真面目な話とかではなくてまったりちょっと聞いてもらえればと思います。まあ普段もダラダラジオまったりしてるんですけどね。でもしかしたらツイッター見てくださったね方もいるかもしれないんですけど、私さっき夜中の8時に急にですねさつまいもとりんごの、タルトを作り始めまして、はい、それを作って、でも冷凍パイシートとかも使ってるし、当然ねさつまいもも、あとりんごのあれなんだっけコンポートかとかも作って焼いたんですけど、カロリーやばいんでちょっとさすがに今日食べるのはダメだと思って、焼いてお預けで明日食べようと思って、まだね食べてはいないんですが、まあ、きっと美味しいです。でですね、まあ、今週なんでこの料理のお話をしてるかっていうと、まずね違うわ、俺がなんで8時からねそんな急に作り始めたかっていうと、まあもともとふるさと納税でさつまいも頼んでて、で知り合いからね美味しいリンゴを送ってもらってて、そのさつまいもとリンゴっていうパーツが揃ったんですよ。しかも大量ので、ちょっと消費しなきゃなっていうところと、あと昔に一回そのさつまいもとリンゴのタルトを作ったことがあってめちゃめちゃ美味しかったから、作ろうかなって、でも結構大変で作るの、忙しいしなって思ってたんですけど、私、まあ、普段もね料理したりお菓子作ったりするんだけど、ストレスがね爆発すると料理を作りたくなるんですよ。で、これはねちょっとストレスの元に関してはちょっと今回のダラダラジオでは触れません。大人の事情が絡むからね売れないんですけど、ちょっといろいろあって今ねものすごいね一個ストレスというか、もう頭に来たことがあったからもういい作ると思って、そうそうそう、息子たち何作ってんのって言うのが、明日のご飯だよつって、明日の朝2人に出すケーキ作ってんだよって言いながらね作ってて、で結局何時間、1時間まあ焼くのに時間かかるからちょっと時間かかっちゃったんですけど、まあまあそんなものを作りまして今に至りますと。で、料理について今回なんでテーマの話してるかっていうと、別に俺のね愚痴を聞いてほしかったわけではなくって、今ね聞いてくださってる方学生さんも多いと思うので、今すぐじゃなくていいんですけど料理はできた方がいいぞっていういやこれねちょっと古臭い考えかもしんない。今だったらさ別に便利なねこう送ってくださるものもあるし、全然できなくてもいいよって、しかも自炊するんだったらその外食した方が安く済む、安くてか時間的にねいろんな時間も時短になるからいいじゃんっていうね、いや分かる、それも分かるんだけども、料理ができてそのするかしないかは置いといてね、置いといて料理ができるっていうスキルは俺絶対メリットしかないと思ってるのよ、もうと思っている。デメリットあんのかな、あれかな、だから男性で料理うますぎて婚期が遅れるとか、古臭くないこの考え方もちょっと分からんけど、でもないよ、で例えば男性だと料理ができるとさなんかギャップでねすごいいい人みたいななんかなるし、よくわかんないんだけどそれを結構そう言ってもらえるからさ、で女性だとやっぱ女性らしいみたいなね、まあ、その男女のさなんか女性らしいとか本当は使っちゃいけないし、あんま普段思ってないんだけど、でもまあそういう風にこうプラスに捉えてもらえることは多いよなと思うし、そもそも料理楽しいから、楽しいよ、クリエイティブな作業だから料理って、でしかもそのどんだけ楽をするかみたいな、で俺も実際料理よくするけどめちゃめちゃ凝った料理とかほとんど作らないし、めっちゃ楽するもん、男の料理というかね雑な料理をするから、でも美味しければよくないっていう発想なのよ。でその作ってる過程も楽しいし、で何よりまあこれは性格によるかもしれないけど、料理って一番楽しい瞬間はねやっぱ自分が食べて美味しい時よりも美味しいって思ってもらった時だと俺は思ってる、まあそういうタイプなんだよね俺はね。そうだから料理いいぞっていうでね、料理普段してないとさ何からしていいか分かんないってあると思うんだけど、ひとまず作りたいものを決めんのよ、決めて、でそれをもうググればすぐ出てくるから、レシピなんて今本買わなくていいんだもん、料理本だから、それ見てさ、でそれで真似してみるんよ。で食べたいなと思ったものが例えばちょっとね、まあレシピによってはさ楽なものもあるかもしんないけど、揃えなきゃいけない材料が多いやつはやめた方がいいよ最初、シンプルなものがいい。例えばその料理しか使わないじゃんみたいな、その香辛料だったりとか、わざわざ買ってくんのはさなかなか難しいじゃん。そうだからシンプルなものから作るといい。でそれやっていくと楽しくなっていくよ。
で俺なんで今日もねお菓子作ってたけどケーキ作ったけど、なんで俺お菓子作るのが好きかっていうと、俺料理にハマったスタートがお菓子だったんよ。前話した？いやわかんない、もう話したことがね記憶ないからあれだけど、もう一回言っちゃうね。俺男子校行ってたんですけど、その高3の時に教育実習じゃない、調理実習があって、で班ごとに好きなものを作っていいっていう調理実習、最後の調理実習がそれだったんですよね。で俺たまたまその男何人だ、4人か5人の班で、俺がなんかスイーツ担当だなったんですよ。で何食べたいっつって、スイートポテト食べたいって誰かが言って、あスイートポテト確かに俺も好きだし作るかと思って、でも作ったことなかったから、でもどうせ作んなら美味しいと思ってほしいじゃないですか。だから家で練習したんですよ、母親とかにアドバイスもらって。で2回ぐらい練習してから行ったんですよね。で実際そこで作ったらめちゃめちゃ喜んでくれたの、俺の班のやつが。すっげえ嬉しくて、あすげえ嬉しいと思って、でそっからハマったんですよ。自分ももともと甘いもの好きだし、お菓子も好きだから、作ってみよう。でクッキー作ったり、でも今でもスイートポテトが一番好きなんだけど、作るのは。そうそうそう。でスイートポテトもちゃんと作るとめんどくさいんですよ。こしたりしなきゃいけないんで、下ね、もう滑らかにやるんだったらそうなんだけど、でも別にこさなくても食物繊維が残ってても、口当たりがちょっとね滑らかじゃなくなるだけであって、美味しいから全然いいじゃんこれで、みたいな。だからそうやって楽をする方法もどんどん身についていくのよね。なんかそういうのがねすごい楽しいの。そうだから実際俺はレシピ見なきゃ作れないし、ものはねこう冷蔵庫にあるものでなんてことはできないんだけれども、楽しいぜ今日はね料理楽しいぜっていうのを押し売りする回です、みんなまあもちろんね、こう主婦の方とかだとさ、毎日やんなきゃいけないって毎日大変なのよ。レシピ考えるのもね、メニュー考えるのもね大変なんですけど、なんかご学生のうちはそのやんなきゃいけないことではないからさ、たまにやって、でいいよ。だから受験生の時とか、まあ時間ねもったいないと思うかもしれんけど、すっげえいい気分転換になる。そう、それなのに大学の時の友達が言ってた、一人。そう、男の子はさ、すげえカレー上手な子がいて、そうなんか受験の時、ね、浪人してた子だったんだけど、こう息抜きはずっと料理してたって言ってて、やっぱりこうさ、入れる過程とか、この材料をこのタイミングで入れるっていうクリエイティブな作業だから、自分の中で頭の中ね、数学家だからさ、論理的思考っていうか、これをしてこうなるとこうなるみたいな、そうそうに似てるっていうんで、ちょっとわかるなと思って聞いてたけど、そうそうそう、結構ね脳にもいいらしいんで、まあ、脳にいいから料理するってのはちょっと違うかもしれないけど、まあ、料理はいいぞっていう押し売りでしたまあまあ、もしかしたらやってみて、楽しいぜ料理。まあ最初は大変だけどね、失敗も成功のもとになるからさ、ぜひぜひ。そんな回でございました。ここまでねお付き合いいただきありがとうございます。では明日からねまた1週間始まりますが、頑張っていきましょう。12月2週目になりますかね。で実はこれを投稿している時はまだ東京に泊まってまして、明日ねラジオ出ます。はい、文化放送のですね11時から13時まで生放送に出てきます。ちょっと学生のみんな聞けないんですけどごめんね。あでもね、明日かな、明後日ぐらいに、来週の月曜日かな、ちょっと見てきていい？来週のごめんね、そう月曜日にラジオ出るんですよ、また実は2週連続で。であと明日出るのは国丸食堂っていう番組なんですけど、これ言っていいんだよね、来週の月曜日レコメン出ます。これ知ってる子いると思うんだよね、レコメン。そう、夜の22時から24時、2時間。24時以降にも番組はあるんだけど、俺はその 2時間だけなんだけど、生放送出るよ、みんな。イェイこれはね、学生のみんなも聞けるし、ね、学生応援みたいな、受験生応援みたいな特集で呼んでもらったんで、聞いて、これマジ聞いて。緊張しながら頑張ってくる。しかもその日俺、群馬で講演会やってから行くから、ラジオ。働く。まあ、そんな感じでね、元気にみんなにこうラジオの生放送、ダラダラジオも聞いてほしいんですけど、ぜひね、そのラジオの方も聞いていただけたら嬉しく思います。ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあね、明日からまた1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。